ちは、萩原陸です。ということで答えていきます。抜け出せていないので言うと、僕は缶蹴りから抜け出せてなくて、ずっと缶蹴りしてます。大人になった今も、高校生というか、もはや小学生の時からずっとなのかもしれないですけど、一番抜け出せてないものはそれですかね。成長したいところは夜更かしかな、ね、卒業したいこと、夜更かしをついついしてしまうことから、あと夜中に何か食べたくなることかな。なんかダメと分かってるのにやってしまうことってなんかあるじゃないですかね、皆さん。なんかそういうちょっとして自分との欲望との勝負に勝てるようになりたいですね。なんかその当時は全然青春だと思ってなかったんですけど、今思うとすごい青春だったなと思うのは、やっぱ学校帰り、僕結構決まったルーティーンがあって、曜日ごとに一番その中で自分の中で印象深いのは、月曜日に週刊少年ジャンプが発売するんですけど、まあ、月曜日僕確か高校3年生の時午前授業なんですね。午前中で授業が終わっていたので、ちょうどお昼を求めながらこう学校から帰って、友達と近くのうどん屋に行って、でその近くでジャンプを買って、そのジャンプを読みながらうどんを食べるんですけど、まあ、高校生なんてね、そんなジャンプなんてね、数百円ですけど、その数百円さらちょっとけしりたい精神があって、だいたいこうじゃんけんで負けたやつとかがジャンプを買って、それを回し読むっていう。すごい節約しながらジャンプ読んでましたね。でもなんかそうね、そんなことももうないですからね。なんかそういうちょっと何気ない日常みたいなのはすごい青春だったなと思いますね。塗り替えたい、消したいと思う苦い記憶なんていっぱいありすぎて、でもそんなの人に言えないよね。なんだろう、なんかねすごいポジティブ思考で、なんか失敗は失敗ですごいいい経験なんじゃないかなというか、わかんないです、もしかしたらこっからもっと年を重ねたら出てくるかもしれないですけど、まあなんか若いうちは失敗したもん勝ちかなという、ちょっとなんかチャレンジャー精神を持っているので、今のところこうどうしても消したいほどの大失敗はないですかねという感じです。一番向き合いたいのは、まあ、ここでお芝居とか言ったらすごいかっこいい気もするんですけど、僕はなんだろうな、時間が無限にあるならとことん趣味に没頭したいですね。スポーツ見るのがすごい好きなんですけど、やっぱ1日ね10試合とかあるとさすがにこう全部追うことできないので、ほんと時間が無限にあるなら全部見たい。全部1から全部見たいですね。なかなかそうね、1日20時間なのでこう厳選してみますけど、そういう意味では一番向き合いたいのは、一番向き合いたいと言ってるのが仕事に不真面目みたいだな。なんかやっぱお芝居ですって言っとこうかな。もちろんあの仕事もですけど、なんかそういう意味ではこう趣味にももし時間が無限なら向き合いたいなと思います。暴きたい、明らかにしたいと思うことはありますか？暴きたいことか、ちょいちょい僕心理テストみたいなのやっちゃうんですよ。なんかあの人間診断みたいな、見る割に信じないんですよね。なんかこうちょっとマイナスなこと言われると知るかとか思っちゃうんですけど、こういいとこだけ信じるみたいなっていう、結構そういうのやるくせに、結構占いとかはね実はあんまちゃんとやったことなくて、なんかこう簡易的なネットとかにある簡易的な診断しかしたことないので、ちょっと一回本気っぽい占い師みたいな人に、なんかそこまで見てもらいたいですね。そういうのだから自分暴きたいのかな、わかんないですけど、自分の全てを誰かに明らかにされたいという、なんかこれなんか変な癖みたいですけど、なんかわかんないけど、ちょっと
え、なんで知ってるんですかみたいなこと言ってみたいですが暴きたい、明らかにしたいことですかね。ベタですけど嘘つかないことかな。結構時間かかるというか、結構壁は厚い方だと思うんですよね、僕自分自身のこと。なかなか人を信用するのに時間かかるので、その分なんか自分も信用してもらえるようにというか、こうやっぱフェアでいたいというか、対人、友達とかはね、できるだけこう対等でありたいので、嘘をつかない、まあ、自分が嘘つかなければ相手もそういう風になってくれるんじゃないかなという願望というか、なんかこう自分が対等でいればいるだけ相手もこう自分に対して対等でいてくれるんじゃないかなという思いはあるので、できるだけなんかこう、まあ行き過ぎるとね、気を使ってないとか言われるんですけどなんかでもそういうのも超えてきるというか、まあもちろんあの最低限の礼儀みたいなのありますけど、なんか可能な限りフランクで砕けた関係を目指したいなと思うので、ベタですけどやっぱ嘘つかないことが一番うまくいくのかなと思っております。